すぎないか。しかも身動き取れないし、なんか柔らかいし。なんだ、これは。柔らかくて、弾力があって。あの、ご主人。そのようなことは二人きりで、できれば月の見える夜がいいです。おはようございます、ご主人。じゃあ、また潜り込んだわね、しかも大勢で。女性区長になってますよ、ご主人。そりゃあそうなるよ、朝からそうですね、朝から激しかったです。やめろ、誤解を生むだろ。誤解も何も、結構寝てる間触れてるわよ。そうなの。割と私の方が割合多いんですよ。あとは右利きだから動きやすいとか、密着度とかでメリアちゃんと研究してたけど。まあ、なぜかメリアちゃんの方が確率高いのよね。ご主人の体調管理と睡眠の質を考慮してますからね。ジャッハちゃんはまだまだ甘いです。そんなところできそうな。あ、パト様。あ、ごめん、起こしちゃった。ってあれ、ハクトかな、羽とか翼は。まさか、あれから2日も寝てたのか。はい、戦闘力オーラは全て消費したら極度の過労に見舞われますので。全てが回復するまでなかなか目覚めれませんからね。パト様はアーソラテイローフォースを使ってから膨大なオーラを使いましたからね。確かアビリティヘキサコアとか使ってましたよね。ああ、それは確かに持ちませんね。でもそこまでしないと勝てなかったってことですよね。そうだな、手を緩めてたら間違いなく今程度では済まなかった。はい、私の強さも逆手に取られて厄介でした。私も今回は反省点が多くありました。敵の攻撃でやられましたからね。メリアですら叶わない敵か。はい、能力が使えない以上、防ぐ術がありませんからね。私はもっと自分の相性が悪い相手用に対策を身につけていかないといけません。そうだね、あとはタイミングも悪かったけど、あまりにも全員が経験、準備不足だった。そこは今後しっかり鍛えていかないとね。そうですね。そういえば、ハクトカナの尻尾とか羽はどうしたの？メリア様が街中で竜が歩いてるのはまずいから隠すように言われて。竜の姿は品格そのものだから、臨戦態勢でもない時はしまっていた方が効率がいいんですよ。へえ、だから俺とかセッカも羽を収納させてるんだな。はい、神の姿は大事な時だけ、これが神界の常識です。さてと、私は今から3人を連れて、専属品の説明をしますので、ご主人は今日はゆっくりしていてください。離れないとダメですか。かわいいな、ちじしょう。今日もパトは起きないのかな。はぁ、お見舞いも行きたいけど、でもなぁ。メリアさんやセッカの取り込み中ばっかりだったからもう行きたくないのよね。パトには言えない真実ね。セッカねぇ、暇だから話し相手になってよ。あら、目が覚めたのね、いいわよ、入ってきても。それで目が覚めたら、まあ、4人が固まっててびっくりしたよ。まあ、この2日はおもちゃにされてたでしょうね。考えたくないな。そういえば月下姉はこれからどうするの？そうねえ、今年で高校3年だし、普通にそのまま大学に進むかな。どうせ学生終えたらこの神社を継がないといけないんだから、もう少し自由でいたいわね。パトは専属神を見つけるの。簡単には見つからないさ、今回は異例みたいなもんだ。それにメインはオーブ探し。世界をくまなく探さないといけない本当に大変な旅だよ。そうね、学校よりずっと大変そう。本当はあなたについていきたかったんだけどね。でも思うよ、もし専属神になってくれる子がいるなら俺は、月下姉みたいな子が欲しいなって思う。え、月下姉みたいに、明るくて、面倒見が良くて、何かと心配性な。なんだろう、しっかりしてるんだけど、俺が守ってあげたいって子が欲しいかな。へえ、そんなこと考えてたんだ。例えだよ、勘違いしないでよね。私は勘違いしたかったんだけどな。え、どういうこと？ねえ、本当の気持ちで教えてほしいの。パトは私を専属神にしたいと思ってる。うん、俺はできれば月下姉に専属神になってもらいたい。思うんだ、月下姉がずっとそばにいてくれたらずっと楽しいんだろうなって。でも月下姉だって都合はあるし、専属神の契約上、そんな甘いものじゃない。だから半分夢みたいな話かな。そっか、パトは私を受け入れてくれるんだね。どういうこと？実はね、私、メリアちゃんにお願いしてたの。あなたの専属神になりたいって。嘘？今回は本当。私ね、ずっと自分の気持ちを隠してきたの。だけど、セッカが専属神になって、本格的に専属神を探し出したって話を聞いて、私、すごく焦ったの。今ここにいるうちにならないと多分もう一生チャンスはなくなるって。じゃあメリアには言ったんだ。うん、拒否されちゃったけどね。私のポテンシャルでは専属神にはなれないって言われたわ。そっか。
ごめんね。私じゃあ専属神になってあげられないみたい。じゃあ、俺が認める。え？関係ないよ。メリアが何と言おうと俺は月下姉を入れる。約束する。今はメリアが許さないかもしれないけど。でも、月下姉がいつでも入れるように専属神の枠をずっと開けておくって。パパは私でいいの？月下姉の代わりなんて、この世のどこにもいないよ。俺は絶対に月下姉を専属神に迎える。はは、まるで白馬の王子様みたいだね。そんな大層なものじゃないよ。私からしたら王子様だよ。周りがダメだって、言われてる中、一人だけ、私に手を差し伸べてくれる人がいるんだから。あ、やばい、ちょっと恥ずかしくなってきた。考えてみればすごく恥ずかしいことばかり言ってたね。でもその言葉に私は救われたよ。信じていいんだよね。俺は月下姉にずっとそばにいてもらいたい。わかった。なら私も頑張らないとね。そっか。それが月下の本心なのね。母親として、ここは娘の応援をしないとね。月下から話があると聞いたが、またあの粒のを辞めるという話か。自分も同じだったからな、正直心が痛む。失礼します。なんだ、その髪は。覚悟を決めたの。覚悟だと。私は引き手を継ぐのを辞退します。それは何度も言った。その許可をお母さんからもらったわ。当主は俺だ、母さんに選択権はない。あるね、お父さんより神主歴が長いお母さんがお父さんよりよっぽど選択権はある。そもそも神主と地球防衛軍を両立させている時点でお父さんに私の夢をとやかく言う筋合いはない。月下、口を慎め。私、今日の昼に退学届を出したわ。なんだと、なんでそんなバカなことを。お父さんが言ったんだよ。半端な覚悟で大事な奴の可能性を潰すな。って。私は本気。だから今ある私の全てを捨てた。その上で私はパトの元に行く。本気だから。パトの夢を本気で寄り添いたいから、自分を全て捨てたと。それが覚悟だというのか。そういうこと。母さんだ。そもそも母さんが介入してたら俺には勝てん。だがこれからどうするんだ。専属神にはなれそうなのか。まだ。だから私もパトたちとは別で旅に出る。メリアちゃんを納得させないと専属神にはなれないし、なる気もない。そうか、わかった。好きにしろ。ごめんね、わがままで。俺もそうだったからな、構わん。むしろ押し付けすぎた、俺こそ申し訳なかった。月下、お前はお前の信じた道を進んでみろ。そして俺が間違っていたと思い知らせてくれ。それが俺の願いであり、罪滅ぼしだ。固いわね、本当。でもわかった、絶対に思い知らせてあげる。それじゃあ私は部屋に戻るね。そうだ、明日パトたちが出かけたら、朱雀を私から出してほしいの。それも覚悟か。全部捨てる、はそういう意味だからね。わかった。まったく、俺の娘ながら決めたら徹底的に厳しく、頑固者だ。さすがの俺も応援してやらないとだな。はぁ、まさか娘を二人も取られるとは。みんな、準備はできたか？はい。忘れ物もないから大丈夫だよ。頑張りましょうね。気合い入れてくよ。結局月下姉、あれから姿を見せなかったな。よし、それじゃあ行く。待って。月下姉、髪切ったの。覚悟を決めたの。私、専属神を目指す。だけど、パトには甘えない。私自らの力でメリアちゃんの首を縦に振らせるわ。月下ちゃん。メリアちゃん、これは私の宣戦布告。絶対にあなたを納得させて、私はパトの専属神になる。ねえ、パト。大胆だな。でも月下姉らしいな。これで私も覚醒したね。知ってたの。私を誰だと思ってるの。無理と言われて諦めるほど、私は素直じゃないわよ。絶対にメリアちゃん、あなたを納得させるから。わかりました。その覚悟、いつでも私にぶつけてください。いつでも待ってます。決まりだな。頑張ってね、月下。お父さんもお母さんも私のわがままを受け入れてくれてありがとうね。父さん、いいのか？ああ、月下の本気の覚悟を見たんだ。いやとは言えない。つまり二人ともあなたたちの気持ちに負けたってことよ。あれだけ部屋で愛を語ってたらさすがに応援したくなるわよ。聞いてたのか？私としても嬉しい知らせだったの。月下だけでも嬉しいのに、月下まであなたのそばにいさせてくれるんだもの。驚いたわ、さすがに。はい、月下ちゃんが立候補するなんて。
あとは結果を求めてた。これは必然だと思うよ。でもそれはメディアもわかってたはず。やっぱりあなたはダメと言えば立ち向かってくると信じてましたよ。結果ちゃん。ははーん、わざとか。わざと茨の道を進ませて、鍛えるつもりだね。結果にとって一番成長しやすい道を作ったんだ。専属心にすがらない、自らの道を切り開こうとするその力。結果ちゃん、今のあなたには魅力しかありません。わざと光で見させて正解だった。あなたの覚醒した力、どう成長させるか楽しみです。結果ね、目の色が変わってるけど大丈夫。おそらく私という存在が極限まで進化したんだと思う。だからお父さんには事前に朱雀を話すようにお願いしてるの。覚醒するまで計算済みだったってことか。結果ねえにはかなわないな。結果ねえ。じゃないでしょ。ああ、本当にかなわないな。結果。はい、よろしい。あと、いろいろあって私そびれていた。金色のオーブ。顔を司るゴールドオーブですね。これでご主人の体は状態異常、つまり、毒や害になるものが一切通用しなくなります。すごい、それじゃあ毒も怖くないね。一応他のそれっぽいのを見つけたら報告するように連絡してあるから、こちらで見つかったらまた連絡しよう。助かるよ。これからどうするつもりなんだ。とりあえず世界を回って、今回起きた世界テロで壊滅した街を復興していこうと思うんだ。それと同時にオーブの情報とか、使用をやっていこうと思ってる。そうか、ならこれを渡しておこう。何それ?俺の地球防衛軍名義が入ったカードだ。これを使えば大抵のことは許可されるし、入国もたやすいだろう。本当、それは助かる。よし、これで4個目だね。あと、オーブ情報があるんだ。本当ですか?どこ?来年の夏に世界一を決める闘技大会がある。ワールドチャンピオンシップバトルトーナメント。会場は東京、来年で第5回を迎える世界の強者が集まる大会だ。実は毎年トロフィーに世界でも稀とされる宝石を使われるのだが、情報によると来年はオーブが使われるらしい。色は確か緑だ。幻想を司るグリーンオーブですね。今年は私も出たけど、1回戦負けだったわ。俺は3回、4回とも準優勝。1回、2回はベスト4まで行っている。だけどそのトロフィーは優勝しないと手に入らないんだよね。ああ、だからこの1年、それを目標に修行をしたらどうだ。どっちにしろ手に入れないといけないんだろう。ならやるしかないよな。そうですね、目標としてはいいですね。なら、次会う時は来年の夏だね。ああ、そこでまた会おう。そしてその時は敵同士だ。息子だろうが容赦はしない。ああ、望むところだ。絶対に倒してやる。よし、目標ができた。目的もしっかりしている。準備も万端。さあ、ここから途方もない長い旅だぞ。行くぞ、みんな。おう!それじゃあ行ってきます。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。